はい、隠居 YouTuber の久保でございます。吉田さん、今回は発信力というテーマでお題いただきましたけども、まあ本当にですね、私がね、隠居してるってのがもう答えですよ。隠居って昔江戸時代とかあったと思うんですよ。ご隠居みたいなね、水戸黄門のこと言ってましたけども、結局私はですね、その隠居っていう制度が日本にあって、今終身雇用とか言われてますけども、終身雇用を求めるんではなくて非終身雇用ですよね。だから40代ぐらいでもうね、終身雇用がまだね30年あるのに、残りが20年30年あるのに、それをまあ選ばずに隠居ということで、隠居して暮らしていく世界観を持ってもいいんではないかなと思ったんですよ。そしてですね、私はまあアフィリエーターとしてかなり成績を上げてですね、まあ、ネットビジネスと言われるカテゴリーでも、まあ、そこそこの収益を得たと思うんですよね。で、それを踏み台にしてですね、それを踏み台にして隠居するということで、隠居したらどんな暮らしになるのかとかね、あとネットビジネスで稼いでますよって人でも、結構仕事があって、後回しになったり、サポートお願いしても2、3日後になったりとか、もうザラにあると思うんですけども、それはね、なんか結局は暇じゃないんですよね。でサポートを最優先でするべき自分のコンサル生さんとか塾生さんに対してもサポートが遅いっていうところがあったり、実際にね、塾生さんに会いに行く機会っていうのをあんまり設けなかったり、会いに行く機会があるとしたらそこで必ずセールスがあるとかね、まあ、そういうことの逆をいかないとなっていうのと、私は逆を行こうと思ってこうなったわけではなくて、全てのことがもうテンプレート化されてて、まあ、うんざりといえばうんざりなんですよね。ネットビジネスで稼ぐとか、セミナーなどセールスとか、本当になんかね、ワンパターンでどこ行っても、プロダクトローンチもワンパターン。いや、これは私の言うところではないなと思いました。まあ、便宜上、勉強のために一通りはやらせていただきましたけども、何をやってもそこそこの成績が出るんで、はっきり言ってね、その、ビジネスは早く、まあ、卒業しようかなと思ってたんですよ。もちろんビジネスの世界はずっとやることもできたんですけども、やっていけばやっていくほど、まあ、何を求めてるのか分からなくなってくるというかね、だって手段としてビジネスがあって資産構築したらそれで OK なのに、なぜかビジネスをずっと続けている人の姿があって、しかもその人たちは、まあ、好きだからやってるとは言いながらも暇ではないっていうね、なんか私が求めてるのは違うなっていうところを感じたんですよ。で、今私はこの隠居という形でね、下手したら1日に40本とか50本とか動画をアップロードしていて、一番多いのが私の場合は個別返信動画、限定動画なんですよ。10人の人から1人ずつ何かご質問いただいたら、1人に対して1つの動画、少なくとも1つですね、2つになる時もありますけども、返信動画がとにかく多いんで、一般公開動画の2倍から3倍ぐらいはいつもですね、限定公開動画、時には5倍とか10倍とかっていう日もありますけども、それはまあ特別な例ですよね。これはもう隠居してないとできないわけですよ。で、私のことを見ている他のね、YouTuber さんも、この久保さんって人は本当に暇なんだっていうふうな表現をしてくれるんですよ。本当にビジネスをやってないと。資産構築して、もうね、暇を目標にして生きてきて、今完全に暇だと。で、最近の例でしたら私はね、育児のことをずっと放送してたりするんですけども、いや、本当にね、24時間育児やってるんですよ。今、深夜1時ぐらいですけども、私は3時間ごとに授乳って言ってミルクをあげてるんですよね、まあ、奥さんと一緒にやってる部分もありますけども、3時間に1回は授乳してるわけですよ。で、明日の予定も別にないから全然苦にならないんですよね。で、家事や掃除や洗濯をしてちゃんと動画の返信もして、まあ趣味もやったり DVD 見たりとかね、ちゃんと三味線もやってるわけですよ。で、暮らしは私、育児が始まっても何も変わってないんですよ。プラスして育児というエンターテインメントが加わっただけと。ものすごくね、余裕を持ってできますし、多分これが大変なんだろうなっていう部分は感じるんですけども、私の場合はおかげさまで明日の予定もない、明後日の予定もないっていう自由、隠居の暮らしをいただいてるんで、育児がもうエンターテインメントでしかないんですよね。楽しみでしか、どんなことも負担にならないですしね、洗濯も食事も迅速にできて、何にもこう片付いてないものがないって状態です。さあ、いろいろと申し上げましたけども、発信力、私なりの発信力っていうことなんですけども、それはなるべく自分の思ったようにやるってことなんですよね。思っても見ないことをセールスのためにやるとか、お金を稼ぐために無理やり YouTube を作るとか、そんなことではなくて、私は気がついたらこうやってカメラのボタンを押してるって感じですよね。もはやですね、起きてる間に
録画ボタンを押してないのは本当にもったいないなと思うぐらいで、私が放送動画をねやる以上は何か見てる人に気づきがあるものにしたいと、で見てる人の時間を奪うだけのそういう風なものは作りたくないなっていう風な気持ちがあります。それが私の発信力ですね。ですから必ず動画の中にはテーマを盛り込んでいたりとかで、喋りのペースも結構早めです。それはなぜかっていうと、聞いてる人の時間を奪うのがもったいないからなんですよ。極力分かりやすい言葉で繰り返さずに一回で分かるようなことをね、ずっと続けていくっていうふうなことを心がけています。まあ、それが私の発信の仕方なんですけども、じゃあ発信の私のね、これ目的は何かっていうと、目的は発信することなんですよ。それ以外はないです。ほとんどの人は発信をすることによって、集客を段取りにして、最終的にセールス、お金に変えることを目的としていると思うんですよ。そうなると、お金のために YouTube やってるのとまるで変わらないと。結局は金のために働いてる、金の奴隷になってるっていうのは一緒なんですよね。もちろんそれを目指しているのはとってもいいことだと思います。ビジネスをやってるんだったら目的がお金を得ること、それで全然構いませんけども、私は現在のところお金のために YouTube をやってるわけではなくて、本当 YouTube のアップロードするのが好きなんですよね。で、私が好きなのはその中でも YouTube の中で自分が学んだこととか自分が気づいたことをそのまんま横から出す、右から左にね、どんどん出すことなんですよ。そうなるとね、もうネタがない瞬間がないですから、いくらでもお伝えすることがありますし、伝えている以上100人が100人気づきがあったとは言いませんけども、そんなの知ってるよみたいな反応も確かにあると思うんですけども、私の場合は結構ね、いつもためになりますということがお話しいただいて、その結果速稼塾というものの入塾生がね、昨日も今日も一人ずつあったわけなんですけども、こういうふうにセールスをどこに置いてなくても、銀行口座どこに置いてなくても、今塾生さんはできていく、増えていくってことになります。で、塾生さんが増えていけば増えていくほど、新しい方のための発信もしますんで、入ってきた方に一つでもね、二つでも損のないように、情報提供ができるかなと思っております。はい、いろいろと申し上げました。私はですね、発信っていうのが多分性に合ってるんですよね。だから今この時期に生まれてて本当に良かったと思うのは、 YouTube がこんな環境で使えてですね、私がおかげさまでチャンネル登録者数ももう1万人が近いということもありますしね、なんかすごくね恵まれてるなと思います。で、おそらくですけども、私のようにですね、何の義務にも金銭的な束縛も受けずに人生を過ごしていきたい、例えば育児をするにしても、いや本当は家で一緒に育児を奥さんとやりたいけども、男は金稼がないとしょうがないから行くんだよと、その結果家族になかなかね相入れなくても、それはもう歯を食いしばってやるんだっていうねお考え、もう本当にその通りなんですけども、私の場合は40過ぎてから結婚しました。でかなりね、結婚生活とか子供も47ですからね、やっぱり世間的に見たらものすごく遅れを取ってるわけですよ。でもただ遅れを取ってるわけではなくて、私の場合は自分がやるんだったら遅れた分を取り戻すくらいみっちりと家族のためにというかね、家族一体となった育児環境を整えたいなと思って今はそうしてるってことなんですよ。まあ、ですんでね、私が理想の育児ができて羨ましいとか、それはお金があるからできるんでしょ、時間があるからできるんでしょって意見がありますけど、その通りなんですよ。私の場合は時間もお金も今ありますんで、24時間育児にかかりきることができます。全然負担じゃないです。ただね、47歳になりました。これがね、23歳とか25歳でこういうことをやってる人がいるのはすごく大変だと思いますけども、私は逆に言うとですね、20代とか30代でこの経験ができていないってことなんですよ。その喪失感っていうのはやっぱりね、思えば思うほど大きいんですよね。なぜなら47歳、例えばね10歳とか20歳とかそういう子供がいてもおかしくない年代ですよ。人によってはもうね47で孫がいるわけですよ。でも私はやっと今自分の子供がスタートしたところなんで、じゃあ私がね60とか70になった時に20代の息子がそこにいるわけですよ。そう考えたら、全部が全部ね思った通りになってるわけではないってことなんで、まあお互い様に足りないところがあり、良かったことがあり、まあトントンなんじゃないかなと思います。そしてですね、発信っていうことになりますけども、私はですね、この育児に関しましては、こんなに暇な男だったらどういうふうな育児をしてるかとかね、そういうことを今発信してますけども、かなりね共感をいただく方と、やっぱり同時に先ほどみたいに、それは久保さんだからできるんですよと、ほとんどの人はできないんですよと、だからね嫌味みたいな発信しないでください、そういう声もありますけども、いやでも嫌味でも何でもなくってね、私は自分の人生を生きていて、その自分の人生を表現してるだけであって、
できてない人を、まあね、揶揄したりとかね、俺みたいにやらなきゃダメですよみたいなことを言ってるわけじゃなくて、私はこうですと、あなたはどうでしょうか、まあ、ということですね。で100人いると100通りの生き方がありますから、どれが正解ってものはありません。でネットビジネスでもそうなんですけども、私が成功した方法をそのままコピーしても成功はしません。確実にするという保証は少なくともありません。なぜならこの YouTube をするにしてもですね、私の顔で私の声で私の背景でやってるから私の結果が出るわけであって、他の人がこれを真似ても違う結果が出るんですよ。もしかしたら私よりも素晴らしい結果が出るかもしれませんし、私と同じような結果も出ないかもしれません、うん、で一つね、今回の動画のまとめで申し上げたいんですけども、堀江貴文さんが最近取って出ししてるんですよね。取って出しは何かっていうと、自分の iPhone で撮って編集もなしにすぐアップロードしてるわけなんですよ。つまりこれです。それまで堀江さんっていうのはどんなことをしてたかっていうと、堀江門チャンネルっていうふうなゲストを呼んで編集をしてテロップをつけて音楽をつけてっていうことをやってましたよね。要するにテレビと同じような演出をしてたわけですよ。でも今堀江さんはテレビとは違った演出ですごいスピード速い取って出しをするんですよね。それはもうスタッフに断りもなくって言ったら変ですけども、完全に自分の iPhone で私や吉谷さんがやってるような発信をしてるわけなんですよ。要するにああいう有名な人とか力のある人が、私たち本当に一般人の YouTube のアップロードを真似てきたってことなんですよね。ダルビッシュさんもそうですけどね。そうなってくると私たちの居場所っていうのはもっともっと普通の人でしかできないようなものになってくるんじゃないかなと思うんですよ。普通の人でかつ少数派がやってることです。まさにここでですね、私の提唱している少数派の時代、多数決から少数決の時代が来たというふうに言えるんではないかなと思うんですよ。私の発信力はつまり少数派の発信にこだわることなんですよね。以上でございます。